ウンベリフェロン、またはナナ、ヒドロキシクマリンは、広く、天然に存在する、クマリン誘導体である。ココナッツ、コリアンダー及び西洋陶器などのセリー化植物などで、生成する。黄色を帯びた白色の結晶で、熱水には、わずかしか溶けないがエタノールには溶ける。紫外光を強く吸収する。ウンベリフェロンは、クマル酸の寒化により、生合成される。人工的には、 テヒマン縮合によって、レゾルシノールとホルミル酸酸から合成される。プロピオール酸メチルとパラジウム触媒を使う、新しい合成法がある。ウンベリフェロンは300、305及び325ナノメートルの波長を、それぞれ3.9、3.95及び4.15のログイプシロンで吸収し、死外と可視光の両方で、青色の傾向を発する。 紫外領域に強い吸収体を持ち、吸収したエネルギーは安全な可視光として放出するため、サンスクリーン剤の製造に使われている。アルカリ溶液中ではフェノール製、ヒドロキシル元が脱プロトン化するため吸収体が変化する。紫外活性を持つことから、サンスクリーン剤や織物の蛍光増白剤に使われている。銅やカドミウムなどの金属イオンの 傾向インジケーターとしても使うことができる。また、pH6.5 から8.9の間の pH 指示役に用いることができる。ありがとうございます。